どうもダイノスケです。皆さんスマホ毎日使ってますか。まあ使ってますよね。とか僕の話も今スマホ使ってますよね。で、あのスマホの過充電ってしてますか。あのスマホを長時間ぶっさしてたらなんかバッテリー痛むよとかバッテリーの寿命縮むよみたいなこと聞いたことないですか。けどなんか僕ねダイノスケそのなんで過充電が良くないのかっていまいち理解できてないまま大人になっちゃったんですよね。 理解できてない,ないままスマホ触ってもう10年ぐらい経つんですけど、まあ、せっかくなんでチャット GPT 先生にスマホの過充電が良くない理由についてちょっと聞いてみようかなっていうふうに思います。で早速もう画面あのご覧になられてるように質問して回答が来てます。 で、読んでいきますね。スマホの過充電ってよくないんですかであ、あともう一個別の関係ない話なんですけど、データ使用量ってあるじゃないですか、データ使用量ってスマホ触ってない、寝ている時間帯も消費されるんですかだから寝てる時も機内モードにするとか、電源オフにするとか、しなきゃいけないのかなっていうのをついでに聞いていました。で、その回答、スマホの過充電はバッテリー寿命を短くすることがあります。充電器によっては過充電を防止するための保護機能が搭載されている場合がありますが、常に充電を続けることはお勧めできません。適切な充電 電気から外すすことをお勧めしますまたスマートフォンはアプリケーションやシステムの更新、自動バックグラウンドの動き、通知などを受信するために常にデー,マジでにデータ通信を行っています。へえ。ーのデータ通信はスマートフォンが使用できる場合だけでなくスリーフモード中はスクリーンがオフの場合でも発生することがあります。スマートフォンを充電してるにデータ通信が行われるとバッテリー寿命が短くなる可能性があります。あ、そうだ。 でバッテリー寿命を伸ばすためには直時間放置する場合はスマートフォンの電源を切る必要のない通知で自動更新をオフにするバッテリーの節約モードを使用するなどの方法がありますなぜ過充電でなるほどこれ覚えておこうバッテリーの節約も今からしとこうバッテリーの節約モードあなんか画面変わったじゃあ皆さんには画面変わってないかもしれないですけどなんか画面が暗くなりました俺の主観,主観的な、ね、視点からするとでなになに 自動更新をにするまあ長時間放置する場合、寝る前には電源切った方がいいのか、何で過充電でバッテリーの寿命が縮まるんですか、どういうメカニズムでそのバッテリーの中でどういう化学反応が起きているのかを知りたくて聞きました。で、人間は運動したら健康になりますが、バッテリーという生物、生物じゃないけど、バッテリーという物質は、あの、 まあ使ったら不健康になるってなぜですかって、まあ、ちょっと分かりにくいというか意味分からない例えかもしれないですけど聞いてみましたスマートフォンのバッテリーには一定の容量の電力を放出することができる限り数千回の充電サイクルを通じて使用することができるリチウム出たリチウムイオンバッテリー一般的に使用されていますあの先日リチウムイオン電池って何ですごいんですかっていうのをチャット GPT にいろいろ聞いたんですけどまあなんかコスパがめちゃくちゃいいみたいですね だろう電極のプラス極とマイナス極リチ,ウムリチウムが行ったり来たりするだけで電気がたまるからめちゃくちゃコンパクトに他のニッケルとかカドミウムとか他の物質と違って 何回も使えます。ことができるから、あのちっちゃいえっ、ー、と。なんか容量とかでもすごいエネルギーを発生させることができるらしいんですよね。で、そのリチウムイオンバッテリーが一時的に使用されています。過充電はバッテリーに余分な電力を供給することで、その容量を超えるまでに充電することを意味します。これはバッテリーに過剰な電力が供給されるため、バッテリーの化学反応が過剰になり、バッテリーが加熱して劣化しやすくなることが原因です。と、何も考えずに読んでたえ。<laughs> もう過充電はバッテリーに余分な電力を供給する容量。 まで充電すること余剰な電流が供給されあ化学反応が過剰になる,子ななると余計に材料を使ってしまうとで加熱して もうあの炎症僕たちの肉体で言ったら体内で炎症が起きているような状態ってことか糖尿病とか高血圧とかみたいな状況になるってことかでバッテリーが充電されると化学反応が発生し電力を供給します一方バッテリーが放電されると逆の化学反応が発生し電力を消費します、えー、とこれらの化学反応は時間とともにバッテリーの寿命を短くしますつまりバッテリーを使用することによって寿命が縮むことになりますなるほど 人間が運動することで、健康になるのは体が適度な運動量になれることによって、健康的な生理的反応を促進するからです。バッテしかし、バッテリーは生理的反応がなく、使用されると物理的に劣化するため。使用することで寿命が縮むとか。うわ。俺のメタファーに対してめちゃくちゃわかりやすく。回答が来てますね。なるほどな。生理的反応を促進するからです。バッテリー生理的反応がなく、へえ物理的に劣化していくから。なるほどな。 さっきの質問スマホ充電中にアプリを使用するとバッテリーの寿命が縮めて本当ですかスマートフォンを充電しながら使用している場合バッテリーの消費量が充電量よりも大きくなるためにバッテリーの劣化が進むことがありますまたスマートフォンを充電しながら使用することでスマートフォンの温度が上昇する可能性もあります過剰な温度はバッテリー寿命の短縮につながることがあります ただし、アプリを使用すること自体はバッテリーの寿命を縮めるわけではありません。バッテリーの寿命は使用頻度や充電サイクル、使用温度など様々な要因によって影響を受けます。アプリを使用しているかどうかに関係なく、スマートフォンのバッテリーを最適な状態で保つためには、適切な充電と放電のサイクルを維持することが重要です。そのため、スマートフォンを充電しながら使用している場合でも、バッテリーの寿命を短縮しないためには、長時間放置する場合は電源を切る必要のないアプリを終了する、不要な通知をオフにするなど、適切な対策を取ることが重要です。らしいです。ということで、 えーとだからさっきの話をまとめたら、えー、とスマホを使う時は、えーとまあ、基本的に、えー、全然まとめられてない、えー、と充電しながら使うのは避けるそして寝てる間とかにも勝手にデータ通信は使われ,あの使われてるから、えーとまあ、長時間電源を切る長時間使う危なちょっと節約モードな,なし。 節約モードがいいっていうふうにあのさっきチャット GPT さん言ってたけど画面触らずに放置してたらもう画面が真っ暗になって閉じちゃってたカメラとか動画撮影が終了しちゃうからちょっとすいません節電モードなしでいきますけどチャット GPT さん曰わく、まあ、節電モードにすることによってバッテリーの使用量を抑えることができますよだったりとか寝ている間とか長時間スマホを触らない間とか、まあ、学校行っている間とかね スマホのデータ通信をオフにするとか電源切るっていう風にしておくとあの、まあ、スマホにもメリハリがついてなんか劣化しにくいですよって話らしいんですよね、まあ、要するに熱を,た熱を持ってしまったらバッテリーが劣化するらしいんですよねさっきの話を聞いてたら。で人間も に僕たち現代人で1日3食食ってますけどもともと腫瘍採取をしていた頃とか昼と夜の1日2食ぐらいだったんですよね朝飯抜いてたんですよね。であの間食時間をのあの空腹時間を長くするファスティングをすることによって体内の生理機能が健全に保たれてアンチエイジング機能だったりとか集中力高まったりとかやる気がふ増えたりとかあの筋肉を落とさずに体脂肪を燃焼させることができるとかそんなさまざまないい効果があるからあの断食いいよっていう話僕聞いてそして朝食抜き断食を日々やってるんですよねみたいな感じでスマ ってもてかバッテリーも同じようにメリハリをつけることが大事あの、まあ、バッテリーを消費しない熱を発散させない時間を持つことが重要なのかなっていうふうにあの聞いてて思いましたということで、まあ、世の中面白いことわからないことたくさんありますねそして幸いなことに現代社会ってこのチャット GPT さんや Google 先生もしかり聞いたら教えてくれる人,あの人というか AI がたくさんいるのであのこれからも気になったことはガンガン聞いていきたいなっていうふうに思いますということで今回は以上最後まで見ていただきありがとうございましたバイバイ